はい、今回はですね、雷別距離計測ということでお届けしたいと思います。それはさまざまな雷で、しかも傾斜度が強くなればなるほどどういう変化が出るのかというのを実験をもってお届けしたいと思います。まず実験はノーマルの雷、フラットな雷で7番アイアンを打ちます。そしてここに傾斜マットが実は2枚あります。でかい5度の傾斜マット、そして4度の傾斜マット、2枚あります。なのでこれら2枚を駆使してフラット5度の傾斜、そして9度の傾斜でそれぞれ打って、どのような距離の変化もしくは球筋の変化が起こるのかというのを皆さんと一緒に見れたらいいなというふうに思っております。それではご覧ください。では、ナイスショット一発でいいと思います。ナイスショット一発ずつしっかり打っていきます。ではフラットいきます。はい、当たりました。176ヤードキャリー、結構ガッチリ当たりましたね。しかもいいドローで入ってきたんでマックスですもう限界です。はい、なのでこれでいいと思います。はい、じゃあ続いて左足上がりの5度参ります。あ、ダフったシンプルに結構傾斜が強い。163です。はい、もう一球いきます。はい、申し訳ないダフった。もう一回、難しいね、こんなになんかなかなかしっかり振らないからね、強く。もう一回いきます。あ、今のはすごくいい当たりです。167ヤードキャリーという感じですね。じゃあこれでいきましょう、ね、ミスした2つはちょっと消しちゃいます。続いて9度の左足上がりですね。コースだとあると思うんですけど、なかなかねインドアであんまり傾斜マット2枚重ねにして9度とかもやらないんで、どれぐらい飛ばないかとかちょっとよくわかんないんですけど、ちょっと揺らすと動いちゃいそうなんで警戒しながら打ちますけれども、いやー結構すごいね。コースだとありますね、ありますけど、もう7番で打ってどれぐらい飛ぶとかちょっともうよくわかんないですね、はい、あー難しい、当たり薄い。156、でもこれぐらいかもしれないですね。あんまり強振しようっていう意識はもちろん湧かないですし、フットワーク使ってしっかり体重移動してみたいな感じともちょっと違うんで、もうこれは右に体重残ってしまうのはもうしょうがないというふうにも感じますし、そうじゃないとね打てないですからね。もう一回いきます。いやーこれもちょっと体重右に残ってふくらフェース今かぶっちゃいましたね。164、もう1球いきますね。今のもうナイスショットじゃないです、左に大きく曲がっちゃったなっていう感じ。これぐらいですね。163、ちょっとクラブフェースかぶって飛び気味に入ってますけれども、今のぐらいな距離だというふうに思います。ということで左足上がり読み上げると、フラット176、5度167、9度163という形で段階的に距離が落ちてきているという感じですね。はい、じゃあ続いてつま先上がり、この練習はプロとかにはやってもらうことがあるんですけど、自分があんまりこれ何ヤード飛ぶとか飛ばないとかっていう検証実験はやってないので、自分がどうだっていうことは分かって楽しいです。それでは行ってみましょう。
じゃなかった、先っぽに当たった。164ダメですはい、もう一球いきます。これはすごくいい球はい、もうこのラインにして最高にいい球打った感じですね。165キャリー、これもじゃあ1球目消します。今のはねすごいねじれもなく、もうまさにこう狙ったイメージで打てました。で次9度、うわ結構な、結構すごい傾斜ですね止まらない。はい、では9度いきたいと思います。これはもうコースで言ったらまあ大事件ですね。てかまず ここはあんまりヘアウェイじゃないですよね。この傾斜で止まるってことはまあラフなんだろうなってことが想像できるんで、これよりもさらにコースだと厄介だと思いますけど、もし仮にヘアウェイで止まったとして、はい、あーちゃんと当たった。ちょっとこう今巻き気味に入った感じですけど、164だ、さっきのいい球っていうのとはちょっと違うんですよ。さっきのはつま先上がりであんまりフックが入らないで打てた、で今のはフックが入ったんですね。なので距離が最初のやつとあまり変わらなかったですけど164でした。もう一球打ちます。今のが左に引っかからないように打とうと思ったらちょっと違う数値になってくるでしょうね。じゃあいきます。こっちの方がなおいいですね。ドロー量が減った、良かったと思います。158キャリーです。当たりはね少し先っぽ気味なんですけど、先ほどよりは内容のいいショットというか球が左に曲がってないショットということになります。はい、じゃあ続いて左足下がり。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。